ワシントントリデの戦いは、アメリカ独立戦争のニューヨーク・ニュージャージー、方面作戦中に行われた戦闘である。1776年11月16日に、現在では、ニューヨーク・シマンハッタン島のワシントンハイツにあったワシントントリデに対し、イギリス軍が総攻撃をかけて、トリデの大陸軍守備隊全軍を降伏させた。イギリス軍の指揮官、ウィリアム・ハウは、 10月28日のホワイトプレインズの戦いでジョージ・ワシントン総司令官の指揮する大陸軍を破った後、マンハッタン島に残された大陸軍の強固な要塞であるワシントン砦の攻略を目指した。ワシントンはこの砦を放棄して、その守備兵3000名をニュージャージーに移すことも検討したが、ナサニエル・グリーン将軍からそこを守るよう説得されていた。11月16日、 ハウは砦への攻撃を開始させた。その攻撃は北と東及び南の3方向からのものだった。ハーレム側の長跡の関係で上陸が遅れた部隊もあったので攻撃開始が遅れた。攻撃が始まると砦の南側と東側の守備隊が早期に崩れた。砦の北側ではドイツ人傭兵部隊の攻撃に対して頑強に抵抗していたが、 最終的には打ちまかされた。鳥は陸と川から取り囲まれていたので、鳥の指揮官、ロバート孫は鳥を死守しようとするよりも降伏する道を選んだ。大陸軍の戦死者は59名であり、2837名が捕虜になった。ワシントンの指揮する大陸軍本体は、この敗北によってニュージャージーを越えてペンシルベニアまでの退却を余儀なくされたが、 次のトレントンやプリンストンの戦いでの反撃に繋げた。アメリカ独立戦争の間、ワシントン取りでは現在のニューヨーク市マンハッタン区の北端、最も高い地点から0.5マイル以内にあり、ハドソン川を見下ろし、大陸軍が保持していた。対岸のニュージャージー、1776年6月、大陸軍のヘンリー・ノックス、ナサニエル・グリーン。 ウィリアム・ヒース及びイズラエル・パットナムはこの地域の地形を調べ、ここに砦を構築して季節に防御を施せば、事実上落とすことはできないということに意見が一致していた。6月下旬、総司令官のジョージ・ワシントンが現地を精査し、そこがハドソン川下流を守るための重要地点だと判断した。ワシントンが視察した直後にペンシルベニアの部隊が、 ルーファス・パットナムの監督下に、砦の構築を開始した。ペンシルベニア部隊は1ヶ月以上にわたりマンハッタンの高台から川縁に岩石を運び、木製の配線や桶の集合体に積み込み川沿いに並べた。この巨場の目的は、イギリス艦船がハドソン川を遡り、大陸軍陣地の側面を突くことを防止するためだった。この巨場が完成すると、 鳥自体の構築が始まった。そこの地形は岩盤の上にほとんど土がなかったために、外貨にある低地から土を運ぶ必要があったが、この土をもってしても鳥の周りに十分な溝や残壕を作ることはできなかった。鳥が完成すると5つの保留のある五角形となった。鳥の主壁は土盛りであり、あらゆる角度からも大砲用の外交部がある半月砲を備えた。 鳥で囲まれた土地は三内市四エーカーの広さがあった。岩を吹き飛ばすだけの火薬がなかったので、鳥を囲む溝がなく、酒もぎがあるだけだった。9月に兵舎が完成し、地域の全兵士がウィリアム・ヒース少々省の指揮下に組み込まれた。ワシントンは鳥の近くにその作戦本部を構築した。ワシントン鳥があった場所を記念する名番この鳥を、 支えるのがおびただしい数の防御部隊だった。ハドソン側に伸びるジェフリーズフック、スパイテンダイビルクリークを見下ろす丘、キング橋とダイクマン橋を支配するマンハッタン島の北端、及び鳥の東でハーレム側に向かうローレルヒルには、砲台が置かれた。鳥の南には3つの防衛線があった。これら防衛線は丘を抜けて、残壕やタコツボが掘られていた。 1> 第1戦は0.33マイル北の第2戦に支えられ、第2戦はさらに0.25マイル北に構築されることになっていた第3戦で支えられる予定だった。10月11日、ハウ将軍はその軍隊をウェストチェスター軍に移動させた。ワシントンはこれに反応し、イギリス軍がマンハッタン島北部からの退路を遮断した場合に備えてやはりウェストチェスター軍に 大陸軍を移動させた。ワシントンは、ロバート・マゴー大佐の指揮でワシントントリデに1200名の守備隊を残した。ハウは、大陸軍守備隊の動きを牽制するために、ヒュー・パーシーの指揮で小部隊をハーレームハイツに残した。10月27日朝、マゴーは、保証からパーシーの部隊がハドソン川を遡ってきた2隻のイギリスフリゲート艦に支援されて、 攻撃をかけてきたことを知らされた。魔王はフリーゲート艦への攻撃開始を命じ、ワシントン取り出取りトリデからの砲撃で2隻のフリーゲート艦は大きな損傷を受けた。これらフリーゲート艦は大陸軍の砦がある高さまで砲撃できるようにその大砲を上向きにすることができなかったので反撃できなかった。フリーゲート艦は栄光されて去ったが、イギリス軍と 大陸軍の砲兵隊の間では砲撃戦が続いた。ゴーはこの小さな成功のために地震過剰となり12月末まで包囲されても砦を守りきれると豪語していた。しかし11月2日、ゴーの副官であるウィリアム・デモンがイギリス軍側に脱走し、砦の詳細をすべて漏らした。この情報がパーシーからハウに伝えられた。ハウは数日前の10月28日に、 ホワイトプレーンズの戦いで大陸軍を破ったばかりだった。ワシントンはホワイトプレーンズで破れた後、ワシントントリデの放棄を検討した。しかし、ワシントンがその見解を高く評価していたグリーンは、トリデを死守することが可能であり、そうすることが重要だと考えていた。グリーンは、トリデを守り抜けばハドソン川を通じた通信を続けることができ、 イギリス軍がニュージャージーを攻撃したとしても抵抗できると主張した。マゴーとパットナムもグリーンと同意見だった。ワシントンは本能的に砦を放棄すべきと考えていたが、グリーンの意見に従うこととしたので、ワシントントリは放棄されなかった。ワシントンはドブスフェリーまで交代した後でその軍隊を三つに分けた。7000名の部隊がチャールズリー将軍の ヒース将軍の指揮による3000名はハドソン高地を守り、イギリス軍がさらに北上することを阻止し、ワシントン指揮下の2000名がリートリデに移動することになった。11月13日、ワシントンの部隊がリートリデに到着した。ハウはその時点で最優先事項は、ワシントントントリデを攻撃することだと判断した。その作戦は、この時援軍を受けて3000名が守るトリデを3、 方向から攻め、4番目の部隊をおとりに使うことだった。ビルヘルム・フォン・クニプ・ハン前将軍の指揮するドイツ人傭兵部隊が北から砦を攻撃し、パーシーがドイツ兵1個余談とイギリス兵数個大隊を率いて南からチャールズ・コーン・ウォリス教の第33不評連隊とエドワード・マシュー将軍の軽不評部隊が東から攻撃することとされた。傭道部隊は、 第42ハイランダーズであり、マンハッタン島の東側から、砦の南に上陸するものとされた。しかしハウは、攻撃にかかる前に、大陸軍に砲撃することなく、降伏をしようとした。11月15日に、ジェームズ・パターソン中尉に、急戦の旗を持たせ、砦が降伏しなければ守備隊全員を殺すという伝言を伝えさせた。孫は、 最後の極みまで取り出を守るつもりだと回答した。戦闘を描いた同伴が11月16日の夜明け前、イギリス兵とドイツ兵の部隊が出動した。クニプハウ全体は平底船でハーレム川を渡り、マンハッタン島に上陸した。この平底船が次に川を降りマシュ集隊を溶かさせることになっていた。しかし、潮の関係で岸に近づくことができず、 イギリス兵の上陸を妨げた。このために、クニプハウゼン隊は、ュ襲隊が渡り切るまで全身を止め待たざるを得なかった。午前7時頃、ドイツ兵部隊の大砲が、ローレルヒルの大陸軍砲台に砲撃を開始し、イギリスフリゲート艦パールも、大陸軍の残豪に向かって、砲撃を始めた。また、砦の南では、パーシー隊が砦そのものへの砲撃を始めた。 パーシーの砲兵隊は数週間前にイギリス軍の艦船に損傷を負わせたマゴーの大砲に照準を定めた。正午までにクニプハウゼンとそのドイツ兵部隊が前進を再開した。上位が十分高くなった時にマシュ襲隊がハウの部隊と共にハーレム川を渡ったが激しい大陸軍の砲撃のもとをマンハッタン島に上陸した。イギリス軍は丘に突撃をかけ、 大陸軍をペンシルベニア志願兵数個中隊が守る捕虜まで追いやった。短時間の戦闘後大陸兵は回れ右して、砦まで逃げ戻った。砦の北では、ヨハン・ラールの指揮するドイツ兵右翼がスパイテンダイビルクリークの南にある険しい丘の斜面を登り、大陸軍からの抵抗はほとんど受けなかった。ドイツ兵部隊はその大砲を持ち上げ始めた。 この時点でクニプハウゼンの指揮するドイツ兵主力4000名がローレルヒルトラール隊がいる丘とをつなぐポスト道路を前進し始めた。ドイツ兵は湿地を横切り、鳥で近くの森に接近した時にモーゼス・ローリングス中佐の指揮するメディーランドとバージニアのライフル連隊に所属する250名のライフル銃兵に狙撃された。ローリングスの兵士は岩や樹木の陰に隠れ、 倒木や岩の間を抜けて来ようとするドイツ兵をあちこちから狙い撃ちした。ドイツ兵による1回目と2回目の突撃はローリングスのライフル銃兵に撃退された。これと同じ頃に砦の南ではパーシー隊が3000名ほどの部隊で前進していた。パーシー隊はドイツ兵旅団を左手にパーシー自身の率いる部隊を右手に二方から前進した。パーシーは 大陸軍から約200ヤードのところで前進を止めさせ、スターリング協部隊による陽動行動が起きるのを待った。パーシー隊と対峙していたのは、アレクサンダー・グレードンの中隊だった。グレードンの上官は、孫の副指揮官、ランバート・キャドワラダーであり、ワシントン取手南の3つの防衛線を守る任務に当たっていた。キャドワラダーはその後方の騎士に、 敵部隊の上陸が行われているという情報に接し、それを阻止するために50名の兵士を派遣した。この部隊はスターリングとその第42連隊800名の陽動部隊に遭遇した。スターリング隊が上陸したところはたまたま大陸軍の守備隊がほとんどいなかったところであり、キャドワラダーはそこに上陸した部隊の数を聞くと、さらに100名を援軍に派遣した。 イギリス軍上陸部隊は3回し上陸点の荒い地形を抜ける道を探った。大陸軍は丘の上に陣取りまだ川を渡っているイギリス兵に向かって発砲し80名を殺傷した。イギリス軍が大陸軍の陣地に突撃してて散らした。パーシーは銃声を聞いた時に地部隊に前進を命じた。イギリス軍の砲撃で 大陸軍第一防御線のグレードン隊を第二線まで交代させた。そこには、ワシントン、グリーン、パットナム及びヒューマーサーがいた。この四人は、マンハッタン島からの退去を進められ、四人は即座に、応じて川を渡りリートリデに向かった。魔法は、キャドワラダーの部隊が包囲されそうになっていることを認め、トリデまで交代するよう命令を送った。キャドワラダー隊が、 パーシー隊に追撃されるのと同じ時に、スターリングの上陸部隊に対抗していた部隊も、潰されて、取り出に交代した。スターリング隊は、キャドワラダー隊の後方に上陸した後、敵軍が残豪に入っているものと思って一時停止していた。交代する大陸軍病の一部が、スターリング隊と交戦し、他のもの大半が逃げ延びる時間を与えた。 砦の南と東にいたまの外角部隊が崩壊したことで、大陸軍全体が砦の安全と考えられる方向へ撤退を始めた。砦の南では第三防御線が完成していなかったので、キャドワラダー隊は砦まで逃げ戻るしか方法がなかった。砦の北ではローリングスのライフル渋滞が交戦を続けていたが、ギリギリの状態であり、前よりは、 ライフル銃兵の数が減っており、大量に発砲したためにそのライフル銃も詰まってきて、いたので兵士の何人かは攻撃してくる、ドイツ兵に向かって丘の上から岩を落とすしかなくなった。ワシントン砦りでの砲台は、フリゲートカンパールの大砲で沈黙させられた。この時までに、ライフル銃隊の射撃も、ほとんど止まり、ドイツ兵がゆるりと丘を登って、 大陸軍病との白兵戦に移った。ドイツ兵は大陸軍を圧倒しようかの頂上に至ると捕類に重拳突撃で殺到し速やかに捕類を占領した。川の対岸から戦闘の様子を見ていたワシントンは、砦の部隊が夜の間に脱出できるように、孫に夜まで砦を保持するよう伝令を送った。この時までにドイツ兵が トリデとハドソン側の間の陣地を確保していた。ヨハン・ラールは大陸軍に対してクニプハウゼンの下に降るを求める栄誉を与えられた。ラールは英語とフランス語を話せるホーエンシュタイン隊員に0戦の旗を持たせて派遣し、トリデの降伏を要求させた。ホーエンシュタインはキャドワラダーと会見し、キャドワラダーは孫が部下と相談するための4時間を与えてくれるよう、 求めた。ホー主ンシュタインは、その要請を拒否し、決断を下すための半時間のみを許した。孫が、士官たちと相談している時に、ワシントンの伝令である、ジョングチ大尉が、ワシントンの夜まで砦を保持せよという命令を持って、到着した。まさに砦が完全に包囲される直前だった。孫はその兵士たちのために私有物を身につけておく、ことだけを許される。 認められやすい降伏条件を出したが、これも拒否された。孫は午後3時に降伏するという決断を宣言し、午後4時に、砦のアメリカ国旗が降ろされて、イギリス国旗に変えられた。この降伏の前にジョングーチは、砦の側面から飛び降り、外貨まで転がり落ちりて、銃貨や銃剣を避け、なんとか船に乗り、その後短時間でリー砦に到着した。 ドイツ兵が取り出に入った後、大陸軍士官たちが降伏手続きに当たっていた指揮官フォン・マルムバーグ隊を兵舎に招き入れ、パンチ、ワイン、ケーキを提供し、その上機嫌にへつらうことで懐獣しようとした。しかし、大陸軍兵は取り出を出るとその手荷物を奪われ、ドイツ兵に殴られる者もいたが、ドイツ士官の仲裁で可能性のあった虐殺は免れた。 イギリス軍は34門の大砲、2門の榴弾砲、および多くのテント、毛布、道具と弾薬を捕獲した。イギリス兵とドイツ兵合わせて84名が戦死し、374名が負傷した。大陸軍の損失は戦死59名、負傷96名、捕虜2838名となった。この捕虜の中で1年半後にあった。 捕虜交換で解放されたのはわずか800名に過ぎなかった。ワシントントリデが陥落した3日後にリートリデは放棄された。ワシントンとその軍隊はニュージャージーを抜けてデラウェア川を渡りペンシルベニアに入った。そのほぼ1ヶ月後のクリスマスの夜、ワシントンはデラウェア川を渡りトレントンでラールの指揮するドイツ兵守備隊を破った。ワシントン軍は トレントンゲサイドイギリス兵部隊を破った後、プリンストンの戦いでも勝利し、ワシントントリでの陥落で、意気消沈していた大陸軍と植民地の士気を回復させた。ありがとうございます。